はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の乗っている忍者1000のご紹介をしたいと思います。はい、こちらですね。いやー、かっこいいですね。まだ買って2ヶ月ですけど、2000キロぐらい乗っているところですね。ほぼほぼノーマルの車両なんですけれども、いやー、かっこいい。なんとかこける前にこの美しい姿を残しておこうと思いまして。いいですね。で、このバイクで変えてるというかつけているものと言いますと、まずはこのハンドルのハンドルマウントをつけて、ここにナビをするための携帯をつけるようにしてます。まあ、こっちはあの音声別撮りする時のですね、IC レコーダーをつけるようにしてます。あとはこれ USB 電源ですね。2口 USB 電源がついているので、ナビを充電しながら、まあ、こっちはあれ、インカムを充電することができます。まあ、他のものも充電には使えるんで、まあ、この USB のソケットは結構便利かなと思います。あとはですね、これはですね、シート高が81ミリのものだったと思うんですけれども、それのですね、私のはですね、あんこ抜きシートのあんこ抜きと、あとはリンクパーツ、この部分、これですね、この変な三角形の部分のものをローダウンリンクというものに変えることによってですね、約純正のものより5センチ、シート高を下げることに成功しております。というか、まあそうすることによってなんとか足がつくように変えてます。あとはこちらか、エンジンガード、はい、エンジンガードをつけております。で、これがですね、純正のものより5センチですね、車高が下がっているので、普通のスタンドですと、角度が浅くなってしまってですね、車体が起きてしまうんですね。なので、ショートスタンドっていうものをつけるとですね、より安全に車体を止められるんですけども、そのショートスタンドっていうのが今まだないようなので、まあ、あの止める場所はですね、もう極力平坦な場所に止めないとですね、車体が起きすぎてしまって、しっかりと車体が止められなくなってしまうと。なので、そこに気をつけましょうというところですね。あとはですね、せっかくあんこ抜きをしてですね、シート約3センチぐらい下がってるんですけれども、1時間ぐらい乗ってるとですね、もうケツが痛くなっちゃうんですよ。私のこのプリティなおケツですとすぐ痛くなっちゃうんで、せっかくあんこ抜きしたのにこのゲルザブシートをつけております。これが約また1センチぐらい厚みがあるんで、まあ実質4センチのローダウンですかね、をすることによってなんとかこのバイクを乗りこなしている状況ですね。はい、では実際にこれにまたがるとどれぐらいの足つきになるのか見ていただきましょう。よいしょ、こんぐらいでわかるかな。はい、いきますよ。はい、起こすのもよっこらせですよ。どうですか皆さん、この足つきの危なっかしさ。もうつま先だけですよ。あ、ちなみにこれ見えますかね、Amazon で5000円ぐらいで買ったちょっと底の厚めなブーツなんですけども、これを履くことによってなんとかつま先がグッと、つま先両つま先がグッとつく感じですね。はい、まあこれで止まってる時片足にすると、まあ、なんとかベタまでは行くと
まあ、これもやや半欠状態なんですけどね、はい、こうやって止まってられれば安定感はありますね。こっちもこうですね、はい、まあ、なんとかこうやって片足で止まるようにして、止まっていられればいいのかなと思います。ちょっとでもですね、もう私とかちょっと斜めな場所があったりすると、もうおっと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 って言ったらもうおしまいですからね。はい。よいしょ。まあ、足つきっていうのはこんなところですかね。いやー、なんといってもかっこいい。忍者。はい。これのまたいいところですね。よいしょ。これ今、シールドウィンドプロテクター、うん、ついてるんですけど、これがですね、ここを押しながら押し上げると角度が変わります。これ今最大の高さまで行っちゃってるんですけど、こうすることによってですね、高速道路でも、風をですね、体に直接受けにくく運転することができます。まあ、ややスタイルがですね、うん、不細工になってしまうんでね、基本的には前下げ、よいしょ、前下げ状態でですね、スタイル重視で乗ることが多いんですけどね、はい、その他はもうドノーマルで乗っておりますんで、あ、これか、忍者のリストバンド、あと忍者のタンクパッド、あ、でこれシートバッグつける時のですね、なんか紐ですね。で、これから、前回パッキングしたキャンプ道具をですね、このシートにくくりつけることができるのか試してみたいと思います。ほならば、ということで、突然ですが付け終わりました。どうですかね、やや傾きがあるかな、こんなもんなんですかね。だいぶ揺れはありますけど、前後はまあバックの根元っていうんですか、シートにくっついてる部分は動きはしないんですけど、いいのかな、よくわかんない。だいぶ座る位置が圧迫されてますね。こういう感じになります。まあ、このバッグ自体の締め付ける部分はしっかりと締め付けて完成になるんですけれども、これ大丈夫か、よいしょっと、まあ、またがると、これ皆さん気をつけてください、またがるときこうですからね、後ろから足は回せませんよ。よいしょ。こういう感じ。あ、いい背もたれ。圧迫感、圧迫感はないかな。うん、背中当てればちゃんと荷物が乗ってるっていうのもわかるんで、いい感じかな。これぐらいで。うん。大丈夫でしょう。はい、これ皆さん気をつけてほしいんですけど、こうやってバックとかつけた時ですね、自分初めての立ち動きはこれが原因ですから、スタンド立てずにですね、こうやってちょっと狭いところというか、停車位置までちょっとバイクを押そうと思った時にですね、スタンド立てずにこう片足ついて降りようと思ってこう回した時、バックに足が当たってしまい、おっと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 ってそのまま倒れてしまったのが初めての立ちゴケですね。あ、このバイクじゃないですよ。
はい、なのでこういうのを乗ってる時はですね、まあしっかりとスタンドを立てて、スタンドもですねちゃんと蹴っ飛ばしてしっかり前に出てるのを確認すると、でゆっくり荷重かけてしっかり乗ったなってなったらゆっくり足を引き抜いていくと、後ろ回しは抜けないですからね、はい、という感じなんですけれども、実際どうやって固定しているかというとですね、こちらのバックル1点2点3点4点あとはですねここに D 缶、こことここにむむむむむよいしょ入ってるかな、これはですねこう来てこのグラブバーのところの間を通り、このフェンダーの下を通ってよしよしよし、こう来てまたグラブバーの内側を通りここの D カーについてると、まあ、これがついてる限り、まあ、脱落っていうのはないのかなと思うんですけどね、はい、よいしょ、こう緩めて D カーをせばもうどこもくっついていないと、ポーイ、そしたらこれを下ろす、え、あ、これねこのループの部分をしっかりと通してるんですね、はいはいはい、手前もループを通した部分を外せばこれでもう何も固定はされてないんで、よいしょよいしょ、外れると、ごらんなさい、どこでしょう、はい、でこれがですね今使ってたこれがモトフィズのシートバッグ、今回買ったやつじゃないんですけど、多分筑波さん行った動画が上がってればついてると思う、シートバッグですね、別のシートバッグのですね E システムだったか K システムだったかなんだかっていう、まあ、それもタナックスから出てるバッグの固定する紐ですね、このシート見えるかな、ちょっとごめんなさいね、よいしょよいしょ、はい、こういう感じ、K システムベルトってやつ、モトフィズの K システムベルトですね、これを使うことによってこのグレーのラインでシートに前後の動きを固定して、この4点のベルトでバックを固定すると、これで代用できてしまいそうだったんでこれでやってみようかなと思います。もちろんあのシートバッグ買った、キャンピングシートバッグ2の中にもですね固定のベルトって入ってたんですけれども、まあこちらで代用できそうだったのでこちらで行ってみようかなと思います、はい、よいしょ、じゃーん、ということで次は、どこに行くかな、とりあえず千葉一周ツーリングを考えてますんで、その動画が上がったらそちらも楽しみにしててください。次はキャンツー撮りたいと思いますんで、したらば。